2018年4月より放送中の SF ギャグアニメ宇宙戦艦ティラミスの続編となる第2期が宇宙戦艦ティラミス II として2018年10月より放送されることが決定した。宇宙戦艦ティラミスはイケメンだけど引きこもりなエースパイロットスバル一ノ瀬が母艦宇宙戦艦ティラミスの仲間たちと心より愛している専用機デュランダルと共に繰り広げる宇宙日常系 SF ギャグ漫画。多くのファンから支持を得て、この漫画がすごい、ウェブ男編第3位、2016年7月にも輝いた。原作宮川聡さんと作画伊藤京さんのコンビで、新潮社が運営するウェブ漫画サイトクラゲバンチに連載中。昨年9月には TV アニメ化が発表、4月よりアニメが放送されていた。あるある、日常のあるある満載の SF ギャグ宇宙戦艦ティラミスが2018年にアニメ化決定。制作はゴンゾが担当。あるある2018春アニメ、今回続編となる第2期が宇宙戦艦ティラミス II 宇宙戦艦ティラミス II として2018年10月より放送されることが決定し、キービジュアルと特報 PV が公開された。公開された新ビジュアルはキャラクターデザインの横山愛さんによる描き下ろし。第1期シャープ13アトモスフェリックリエントリトアースにて地球に墜落したスバル一ノ瀬と伊鈴一ノ瀬の2人が仲良く名古屋観光を楽しんでいる様子が描かれている。そして特報 PV ではスバルと伊鈴の2人が仲良く観光中の様子とグループチャット一ノ瀬家でやり取りされている父総一郎一ノ瀬との会話が描かれており、必見の内容となっている。なお石川海人さん、桜井貴博さん、諏訪部純一さん、江口拓也さん、中田ジョージさんなど豪華キャストが出演し、9月29日土曜日に行われる豪華キャスト出演イベントにて第2期の先行上映が決定した。10月からの放送に先駆けて、地球に墜落したスバルたちのその後を確認することができるイベントとなる。6月27日水曜日発売のブルーレイ DVD 上巻にはキルノブ、7月25日水曜日発売のブルーレイ DVD 時間には夜の部の優先抽選応募券が封入されるので、ぜひゲットしていただきたい。さらに第2期の放送決定を記念して、原作者監督出演キャストからメッセージが到着しているので紹介する。コメント継承略。宮川聡、原作アニメ宇宙戦艦ティラミス2期放送決定おめでとうございます。2期の内容は、原作だとスバルたちが地球に降下してからのお話。牛丼で言えば上に乗ってる温玉をこれから崩しにかかる、まさに一番美味しい瞬間。1期と同様エゴサーチしながら皆様と一緒に楽しませていただきます。2期決定超嬉しい。伊藤京作画1期ではアニメーションならではの動き、声、音の演出が本当にずるいなぁと思いつつ視聴していました。デザイン案で微力ながら協力させてもらっているのですが、今だったらこう描いてみたいという希望も組んでいただき、とてもありがたいです。祝2期放送決定楽しみにしています。広文池畑監督、舞台は地球へ。そして一ノ瀬兄弟の父親も登場し、物語はクライマックスへと突入していきます。よりかっこよく、よりバカバカしく広がっていくティラミスの世界にご期待ください。一期を見てない人はもったいないので、今すぐ全部見てください。すぐ見終わります。石川海人スバル一ノ瀬役めちゃくちゃ嬉しかったです。短いアニメかつ叫びっぱなしなことが多かったので、オンエアもアフレコも疾走感に満ちていて、あっという間に終わってしまったと思っていたので、この時間が続くのは本当に嬉しいです。引
き続きよろしくお願いします。桜井貴博、いすゞ一の瀬役第2期、どうやら始まるようです。スバルの苦悩、葛藤する姿を再び見られるなんて、ヘリップヘリップ、こんなに愉快なことはありません。引き続き全力で男の匂いをまき散らすべく頑張りたいと思います。やってやるって。江口拓也、スバル B 役、非常に嬉しいです。一期を応援してくださった皆様のおかげです。なお、石川海人さん、桜井貴博さん、諏訪部純一さん、江口拓也さん、中田ジョージさんなど豪華キャストが出演し、9月29日土曜日に行われる豪華キャスト出演イベントにて第2期の先行上映が決定した。宮川聡、原作アニメ宇宙戦艦ティラミス2期放送決定、おめでとうございます。2期の内容は、原作だとスバルたちが地球に降下してからのお話。してくださってる作品ファンの皆さん、引き続きよろしくお願いいたします。諏訪部純一、ボルガーハマー役マジですか？2期やれるですか？こんなに嬉しいことはない、ヘリップヘリップ、ありがとうございます。原作的にこれからどんどんスバル B のキャラクターが掘り下げられていくので、演じるのが楽しみです。引き続き応援よろしくお願いいたします。イベント情報、継承略、キャスト出演イベント開催日、2018年9月29日土曜日は、ところ日照ホール時、間昼の部14時から夜の部17時予定で、演石川海人、桜井貴博、諏訪部純一、江口拓也、中田ジョージ、チケ。情報、宇宙戦艦ティラミスブルーレイ DVD 発売時期、上巻2018年6月27日水曜日、下巻2018年7月25日水曜日、価格ブルーレイ DVD 各8900円、税別。ブルーレイ DVD 上巻、収録内容、第1話から第6話プラス未放送アニメ、2話プラス映像特典、地球限定特典、丸1、キャスト出演イベント優先抽選応募券、929、土曜日。日照ホール昼の部、丸2、佐藤博史書き下ろしスペ。第1期。シャープ13、アトモスフェリックリエントリトアースにて、地球に墜落した、スバル一ノ瀬と、いすゞ一ノ瀬の二人が、仲良く、名古屋観光を楽しんでいる様子が描かれている。そして特報 PV では、スバルとイスズの2人が仲良く観光中の様子と、グループチャット一ノ瀬家でやり取りされている父総一郎一ノ瀬との会話が描かれており、必見の内容となっている。10月からの放送に先駆けて、地球に墜落したスバルたちのその後を確認することができるイベントとなる。6月27日水曜日発売のブルーレイ DVD 上巻には、昼の部7月25日水曜日発売のブルーレイ DVD 下巻には、夜の部の優先抽選応募券が封入されるので、ぜひゲットしていただきたい。そんで言えば、上に乗ってる温玉をこれから崩しにかかる、まさに一番美味しい瞬間。一期と同様、エゴサーチしながら皆様と一緒に楽しませていただきます。2期決定、超嬉しい。伊藤京、作画1期ではアニメーションならではの動き、声、音の演出が本当にずるいなぁと思いつつ視聴していました。デザイン案で微力ながら協力させてもらっているのですが、今だったらこう描いてみたいという希望も組んでいただき、とてもありがたいです。祝2期放送決定、楽しみにしています。広文池畑監督、舞台は地球へ。そして一ノ瀬兄弟の父親も登場し、物語はクライマックスへと突入していきます。かっこよく、
より馬鹿馬鹿しく広がっていくティラミスの世界にご期待ください。一気を見てない人はもったいないので、今すぐ全部見てください。すぐ見終わります。石川解任、スバル一ノ瀬役めちゃくちゃ嬉しかったです。短いアニメかつ叫びっぱなしなことが多かったので、オンエアもアフレコも疾走感に満ちていて、あっという間に終わってしまったと思っていたので、この時間が続くのは本当に嬉しいです。続き、よろしくお願いします。桜井貴博、いすず一ノ瀬役第2期、どうやら始まるようです。スバルの苦悩、葛藤する姿を再び見られるなんてヘリップ、ヘリップ、こんなに愉快なことはありません。してくださってる作品ファンの皆さん、引き続きよろしくお願いいたします。スワベ11、ボルガーハマー役マジですか？2期やれるですか？こんなに嬉しいことはないヘリップ、ヘリップ。引き続き全力で男の匂いを撒き散らすべく頑張りたいと思います。やってやるって。江口拓也、スバル B 役非常に嬉しいです。一期を応援してくださった皆様のおかげです。ありがとうございます。原作的にこれからどんどんスバル B のキャラクターが掘り下げられていくので、演じるのが楽しみです。引き続き、応援よろしくお願いいたします。イベント情報、継承略。キャスト出演イベント開催日、2018年9月29日土曜日は、ところ、日照ホール時、間、昼の部、14時から夜の部、17時、予定で、演、石川解任、桜井貴博、諏訪部11、江口拓也、中田ジョージ、チケ。商品情報、宇宙戦艦ティラミス、ブルーレイ、DVD 発売時期。上巻、2018年6月27日、水曜日、下巻。2018年7月25日、水曜日、価格、ブルーレイ DVD 各、8900円、税別、ブルーレイ DVD 上巻。収録内容、第1話から第6話プラス未放送アニメ、2話プラス映像特典、地球限定特典、丸1、キャスト出演イベント優先抽選応募券、929、土曜日。日照ホール昼の部、丸2、佐藤博士書き下ろしスペ、